まりました。あ、じゃあツイッターも。ねるちゃん、今回の企画は何だい？今回の企画は、新しく M リーガーになった人をいじめようというコーナーです。おー！いじめる？なるほど。そうなのか。なるほど。帰ろうかな。麻雀の腕はそれはね、素晴らしいとは思うんですけれども、うん、はい、配信の腕はどうなのかと。お、確かにね。そこを試されてるのか。やっぱ私たちは、まあ、麻雀をね、やりながら配信をやるっていうのは結構慣れてますし、うん、やっぱトークに自信がある3人ですから、ここは。あ、そうだ、トークで。どういう筋なの？マジ、全然、基本トークで売ってて、ついでに麻雀もやってるっていう3人ですから。うん、せやな。僕は別の企画だと思ってた。あ、そうでした。そう、僕はね、超麻雀ガチコラボかっこ一人を除いてっていうタイプ、ね、ちょっとやめてよ、渋川さん。その自分を卑下するような言い方、やめてください。そういうの、お互いがお互いをねえ、守り合ってる。桜ライス、首になりそうだからって、そんな。おい、ちょっとそれはちょっとされないの。LINE もやめ、それ。しゃべれないの？しゃべれないの？今日はし、角川さんにサインしに行って、マジで桜ライス今年なってくんないとやばいんですよって、もう担当の人ともうマジで話してきて、もう桜ライス頑張れ、渋川さん。大丈夫ね、桜は勝てるよ、そう。もう、うちの母ちゃんなんか、あ、そうなの？で、桜ナイツの T シャツとかも買って帰って、うん、今日から桜ナイツ応援するわっつってるし、うん、大丈夫、大丈夫。だって渋はクビになっても解説があるから。いや、ダメだよ。渋何でもやるからね。何でもできるから YouTube はあれできるけどね。オールラウンダーだけど。うん、そうですよ。じゃあ別のコラボとか、師匠は何のコラボだと思ってきたんですか、今日。わしはなんかやっぱりこう、渋川さんとね、ナイオトンさん、はい、やっぱりネットマージャン出身の、ま、プロ雀士。と言っても差し支えがないお二人に、わしとハネル殿がネットマージャンで強くなるためにはどうすればいいのか、お座のコラボなんじゃないかなって思ってた。いや、こんなこと言って、セム先生はあの二人大したことない、自分のが強いわって言ってました。裏でね。裏で。怖いよまたもう、ちょっと、ハネル殿はね、すずさんだって人狼始めようとするんですよ、ちょっとナイオトン殿ね。誰を信じようかな。ちょっと黒いかな。人狼っぽい感じがしますね。誰から誰から。なんもないんだよ、通るもの。そう、師匠は、好感度の塊なんですけど。うんうん、ありがとうなのじゃ。僕一個知ってんすよ、師匠の恐ろしいエピソード。何？なんじゃ？なんだろう。これは言ったらもう師匠の好感度は地に落ちること間違いないんだけど。何？怖い。もう言ってしまっていいですか？いいよ。いいよ。全然わしに、あの、恐れるものなんてないよ。いや、師匠、もう本当に今震えてるでしょ。しまった、あのことかって思ってるのがあるでしょ。何だろう、ないよ、いないよ。全然わかんない。心当たり全くないもん。言ってみればいいのじゃ。じゃあ、師匠のいつもの挨拶やってみてください、元気に。いつも通り。今日も元気に3000、6000、千葉黒のじゃ。積もったー、積もりました。リーチつもピンフアカードが、さあ、ウーハンから。なーにー、裏なしか。今日も元気に4000オールなのじゃ。何、まあ、最近の朝ごはんだな。まあね、朝ごはん1枚1円はやばい人でしょ、それは。そう、それで、今日も元気に3000、6000、千葉クロードダムじゃって言ってるじゃないですか。はい。じゃあ番組でリハーサルですと。はい。千葉さん、声お願いしますって言った時に、うん、師匠を、なんて言ってるか覚えてますか？え、なになになに、リハーサル用の言葉があるのか。ええ、リハーサルの時は、うんうん、1。あー、ちょっと今から言おうとしてたのに。なんだろう、すぐ邪魔するんだ。うん、リハーサルの時も僕は今日も元気3000、6000が聞けるかと思って聞いてたら、うんうんうん、師匠は、うっすっ、食べるってもらえねえ。全然食べるしないじゃん、こいつ。しかもなんかめっちゃ高い。え、あれなんやん、はい、ちょっと、おいおいおい、なんだそれ。空気読めない、空気読めない、あがり。これはちょっと配信者として良くないじゃないですか。良くない、確かに。これ配信者として人の話邪魔するっていう。しかもだって手作りで、ダメでしょ。今積もったら、普通今日も元気に3000、6000って言うべき流れだったのに。あー、なるほどね。難しいな、配信って。配信ってそういうもんだから。そういうもんだから。え、言ってないの、うん、その、リハの時。リハの時に、今日も元気に3000、6000が聞こえるかと思ったら、うん、うんうん。師匠は、うっす。300予約、千葉黒のって言って終わるんですよ。
先輩渋川さん、根も葉もない技流すのやめてもらえますか。ちょっとそれ三味線なんですけど。そうか、リハーサルだと300、500で手を抜くんだと思って、僕はねショックだったんですよ。一回もやったことねえよそれ。手で小さくなっちゃうんだ。いや完全に考えてきたでしょ今日のコラボのためにさ。そういうとこあるから。先輩先輩精神攻撃してやろうって思って。リハではスケールが小さいんですね。なるよね、リハだから。そう、もう悲しかったんですよ。リハは手抜いてるってことですか。そう、リハはもう300円ぐらい。ちょっとお茶目心を出して、8000、1万6000とか言うことはあるけど、小さく言ったことは一回もないよ、私は。もう常に。上がるときは1万2000以上なのじゃ。でも先輩先生さ、いつもさ、リハのときとかってさ、もうさ、声がさ、あ、どうも、はい、あ、よろしくお願いします。みたいな感じじゃん。一緒だ、僕の。あのね、それはね、多分、寝起きのことがね、たまにあって。たまにじゃないよ、全部だよ、毎回だよ。え、ほんと？うん。ハネルがいるときはほぼ毎回そうだよ。そんなことないって多分、なんか、ちょっと照れてるか、やっぱ人見知りだから、スタンプさん、はじめましてだから、ちょっとこう。いやーなんかいきなりのじゃのじゃ言って引かれないかなーとかさ思うわけよ、1011歳なりにさ。だから300、500でごまかしてるんですね。まずはよいしょ。いやーもられた。危ない急ピン。やばい。セブ先生なんかお小遣い大丈夫？ランチ代も足りないじゃない？まあ、4500円あったら結構いいもん食べれそう。ランチ代足りる。いいもん食べれるよ、4500あったら。あの、2週間分くらいの食費だったのじゃ、デビューした頃は。あ、箱系だ。うん。その頃はまだ、汚れなき師匠だったんだ。いや、今が汚れたみたいに言うなよ。今は一食のランチも食べれないって言い出したんだもん。足りないって。全部、ハネル殿が考えた、なんか、イマジナリー戦場プロの話なのじゃ、それは。イマジナリー。考えて、ロゴのプランを。許さない。なんかね、なんか、私、流局でいいんだか、みたいな。私はもう全然それでいいんですけど。本当に1、3、2、6以上ある？一緒。まあ、チーズ。そう、本当に1、3、2、6以上ある？それ。あくんろくありゃすまんな。止められてる。ハネル殿が最強よ。ルーティンも被って、パワーも被ってるんだよ。ひどいでしょ、これ。ここから。泣きながら、泣きながら切ってて、今。上がればいいの？そんな小さいことにね、こだわってないで。渋を落としたためだったってわけ。やばい。二角の仕掛けして三着になったわ。本当や。とんでもないことになってしまった。おこぼれでいいでしょう。たまってんってなんか、なんかすごいやつみたいな。師匠が本気出してきた。ちょっともう、着替えたよ。もう一回もう一回もう一回。ショタの力を借りようとしているわね。帰ろうね。そう。ちょっともう、私も、衣装、勝ちに行くか。衣装変えよう。衣装チェンジしてきた。そう、今度さ、あれ出んだよ、ライアンくんの動く着せ替えがさ。あ、そう、あれなんかもう、先場先進狙い撃ちみたいな着てきたね。そう、なんかドスケベサキバスのね、ショータがね、動くんだよ、今度。ものすごい。すごい語呂。語呂がいいな。じゃあ、師匠恐ろしい発言いっぱいしてるもんな。ネルちゃんに聞いたよ、いろいろ僕は。そうだよ。何を？麻雀は可愛い男の子と遊ぶためのツールなのです。そうそう。あのね、そう、切り抜き動画が上がってたけど、そう、まずね、サムネイルにわしがいてね、びっくりして見に行ったのじゃ、あれこんなコラボわしやったっけなーって思ってみると、なんかね、わしがいないんだけど、わしの立ち絵で、ハネル殿とか、乱太郎殿が、そげなこと言うの！見えるのじゃん！あんなの見えるのじゃん！クククとただ遊ぶためにできるやってるでしょじゃん。言わないことを言ってこも。可愛い男の子と遊ぶためだけのツールなのじゃんとか言ってんだよ。あれはね、あの変更報道なので、あのくれぐれも騙されないでほしいのじゃ。でもそう言ったって言ってるんだけど。だってでもあれ先場先生の声で言ってたよね。うん。声あれ完全に、いや、モノマネ式やってるだけでしょ、私らが。本物だったけどなぁ。だって声が一緒だったよね。もう耳がどうかしてる、それは。私あんな声ちゃおう。ね、あ、師匠こういうことも言うんだと思って、やっぱ素直になったな。そういうタイプなのだ。そういうタイプだったか、先場先生は、ね。いや、あれマジでひどかったじゃん。いや、もう、口に出すのがはばかれるようなことばっか言ってて、一緒なんだ、空気が。聞きつい。
今日2人が綺麗すぎる。一瞬クキが泣いただけの味になったからな。クキがね、号泣していた。あれ、なんならわしよりね、キュンキュンがダメージ食らってたまであるから。そうだね。でもその数日後、千葉先生さんまで抜き抜きフェスティバルって言ってたしなってコメントが来てる。師匠。いや、確かに、いや別にペンをめっちゃ抜けてよかったねとか、そういう意味さ。師匠言ってたんですか、つまり。ペンいっぱい抜けたら嬉しいじゃんね。事実ではあると。言ってたってことでいいんですか。いや別にペン抜くのじゃとかさ。違います、抜き抜きフェスティバルと言ってたかと聞いてるんですよ、こっちは。どんな風に言ってたか今ちょっと言ってみて。いや、だから、抜き抜きフェスティバルなのじゃって、なんか。言ってたんですね、師匠。あなたは言わさないでしょ。みんな、今のとこよろしく。いや、よろしくじゃねえよ。よろしくじゃないんだよな。何をよろしくすんだ。みんなよろしく。師匠。ね、まずいっすよ、抜き抜きフェスティバルは。それちょっと良くないんじゃないかな。ねるちゃんも言ったことないっすよ。あの、私を責めてるけど、あのね、乱太郎殿と跳ねる殿も相当大概やった。